前回までのトラスジ。安内さんの今まで付き合った女の子の中で一番ヤバかったエピソード。めっちゃ聞きたい。なんかヤバかった。俺めっちゃヤバいっすよ。俺知ってる知ってる俺。え、笑えない、笑えない話聞きたい。俺トイレ入ったら背中ブスッと刺されました。そのままほんで彼女逃げちゃったんですよね。え、動転して。ほんで俺もどうしようみたいな感じで、でも自分で救急車呼んで、お医者さんはこれなんかあったでしょみたいな。いや、そうなるよね。トモさん、ん、僕たちまだ魔法地帯の恐竜あんま捕まえてないじゃないですか。うん、ふえ、いいこと思いついたんですよ。今から魔法地帯に行って、みんなもうみんなで魔法の弓矢作りまくって、ふえ、魔法地帯の動物捕まえましょう。ふえ、これいいね。そっちを先にやろう。やりましょう。その後に最強の動物を捕まえた状態で、その新しい未開拓の地に行って暴れまくりましょう。ええってことで、その後に高木が説教しよう。そのイベントを楽しみ。ちょっと、あ、じゃあ高木にさ、除隊ドッキリさせするわ。やりまいいですね。いいね。いいな。高木ちょっと殺しますか。え、で、どういう感じいきます？除隊ドッキリして、あ、そうそう、昨日もなんか、うん、高木が、あの、ブローっていうクランあったんですけど、それを潰そうと、は？潰そうしてましたよ。え、なんでそれは？おっと、トリオアリーナやってたんですけど、うん、下打ちされたんですよ、めちゃくちゃ。あ、ニコンが？はいはい、うん。普通になんか、あの、ブローっていう人がいて、うまかったから、ブローって誰？みたいな、うん、聞いてたんですよ。そしたらなんか、その、下打ちしてきた二人が、ブローの人はしなかったんですよ、下打ちは。そしたらその二人がなんかめちゃくちゃ煽ってきて、あー、ツイッターね、下打ちしたの俺らですよみたいな感じで煽ってきた。そう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 。まあでも俺は正面どうでもよかったんで、うまかったですねみたいな適当に言って、あーね、はいはいはい、そんな。でその後にブローのオーナーの人が謝ってきて、あー、でその DM を復唱したやつを高木が見せてって言ってきたから、ミスターがなんかこれ晒すわとかいきなり言い出してこいつら潰そうぜみたいな、なんか通り魔みたいな考え方で、通り魔みたいな感じ。いや、あいつ結構、あ、いや、言いますからね、こういうこと。それもちょっとそのことも言いましょう、今日は。もう今日は高木の悪いところを、関係ないわけでしょ。そうですね、何も関係ないですね。今日は高木の悪いことを全て言って、高木に自分がやってることの重大さをちょっと思い知らせましょう、除隊ドッキリとともに。あ、そのブローの人は除隊されました、ブローから。え、まあでもブローの人は悪いことやったんじゃないの。でもそれは やってない。ええ、下打ちでしょ。下打ちしたのは残りの2人。え、じゃあ関係ない人が除隊されたってこと。そう、クラに迷惑かけるからもう抜けます。やばっ、スーパー風評被害。なになに、いいやつじゃん。ただの高木はな、炎上しないって高をくくってるからな。そうなんだ。もっと炎上する前のありけみたいな感じなんで今。やめろ。そう、集めるってことで。高木に LINE でおめえ何してんの。ひー。怖えな。さよなら高木。ああ、怖くなってまいりましたよ。お前はいいやつだったよ。いいやつだったな。高木とはクソ役クランであって、マジで毎日 CM してたな。舐めてんのって思った。ああ。ここ、高さここに入ってました。どういうことこれ。あ、いいや。見やぶ。なんだ、飴も。飴持って自転ました。お、どこ来た、どこ来た、髪、あ、マイクが見える、マジでめんどくさい、あいつ。あれ、これ聞こえてないですか。聞こえてるよ。あ、聞こえてる。マジでめんどくさいっす。誰が、なんか、まあ、メインはお母さんなんですけど、大会中にご飯食えって言われてちょっと放棄してたんですよね。ああ、で、なんかうんこしたら、その大会があって、で、飯って言われて、ちょ、腹痛いってうんこしたら、なんか、2分ぐらいで早く出ろって言われて、はあ、喧嘩しました。え？は？でも、なんでお前連絡しなかったの？遅れるって。ああ、そうです。普通に喧嘩してました。まあそれはな、まあ本当だったらしょうがねえな。でもお前あれだぞ、お前ニコンから聞いたけどさ、お前なんかツイッターの DM で晒したんだって。お前ツイッターの DM っすか。うん、え、あのブローンのやつっすか。そう、さ、もうさら、そんな悪いあれではないと思うけど。でもそれでなんかブローの一人がなんか別に悪くないやつが除隊させられたみたいな。え、させられたんすか。うん、え、俺たち、あ、昨日笑って話してましたよ、俺たち。
そのブローのやつらと。うん。ブローのやつらと？俺らが聞いたのは、そのブローのやつらがいて、その、ブローの二人は、何も下打ちとかしてないけど、そのもう二人がしてて、もう二人が下打ちとかしてて、でその、下打ちしてるやつじゃなくて、下打ちしない、何も悪くない二人、ブローの二人が状態されたって聞いたんだよ。なんか、通話してる時にニキが、なんかブローのやつらに下打ちされたって言われて、うん、で、怒ってて、で、それで、俺知ってたんですよ、ブローの。なんか、ピョンテリーのカスタムで。ああだから、俺が知ってること言って、なんか、その一人に知り合いがいたんですよね。ああ多分 TS とかして、立川が、この、その、うん、こいつら、そのブローの人たちと知り合いで、うん、なんか、通話してるディスコードの URL 教えてもらって、うん、で、それで、その月通話にいた人と行って、普通に笑って話してましたよ。え、でもニコなんか状態したんでしょ？状態になったんでしょ、最終的に。一人、下打ちしてない人が。下打ちしてない人が状態になったんでしょ？え、それとこれが関係あるのか？関係あるの？ブローの公式が、イカグラールは、なんか、下打ちしてないけど、その責任を、追うためなんか状態になりますみたいな。うん。もう高木は関係なかったわけでしょ。ニコンが下打ちされたわけでしょ。はい。なんでお前が晒すのそれを。お前関係ねえじゃん。はい。なんでお前がやってんの。ニコンに頼まれたのか。いや。ね、ツイッターでそういうのやめろって言ってただろ、うん、ずっと前から、はい、それも半年以上前から。なんかニコンに聞いたらあいつら潰そうぜみたいなこと言ってたのお前は。そうなんですか、ニコン。まあなんか結婚ノリ的な感じだったけど言ってます、ね、お前がそんなことをしてたら俺らのクソエクランが俺らのクソエクランが悪評立つじゃねえか。ツイッターみんな見てるだろお前、はい、エリーさんとかにもフォローされてただろ。はい、クソエクランがろくでもねえやつらの集まりだと思われるんじゃないか。おめえがろくでもねえやつかもしんねえけどさ、それは周りのやつに迷惑かけんなよ。はい、何回言っても治んねえな本当に。舐めてんのかお前。なんか最近あれだよな、ほんとに。俺に対してなんか態度が違うよな、昔と。完全に舐めてるよな、なんか慣れて。いろんな人と関われて。なあ、チャンネル登録者ももう5万人ぐらいだ。舐めてんの？今日遅れてきたのはまあしょうがない、喧嘩してたんだな。もうそれとこれとは違うぞ。はい、なんか言うことねえのかも。お前本当に申し訳ないというか、お前悪いことしたと思ってんの。はい、はい。まずなんでお前あれだけああいう話出といてさ、そういうツイッターの使い方とか気をつけようって話出といて、なんでそんな潰そうって話になったの？そんな、なんかもうピョンテリーのカスタムで、うん、よく行って、なんかそこ結構なんか団体でいるんすよね、ブローは。
で、なんか、ソロなのになんか二人来て、倒されて、死体撃ちされたことあったんで。ああ、それで。はい、結構昔から。いや、結構昔から嫌いってずっと言ってて。その、チチーミングまがいのこと。ああ。で、なんか、いや、多分、動画あるんですよ。ああ、それで何、うん、ほとんど 100% チーミングで。チーミングで。それはさ、その時にやればよかった話なんじゃないの、ヒョンテリンとの時に。今これだけクソエクラン大きくなってんのにさ、そんなちっちゃいことでお前、うん、そんな大したことね、ねえことでさ、全部台無しにすんのか。おい、はい、舐めてんだろ、調子に乗ってんだよなお前。お前今日で除隊だ。そうやったら。もう明日から来なくていいよな。お前みたいに輪を乱すやつはいらないから。お前除隊だよ。本当に申し訳ないです。あ？でも本当に申し訳ないです。本当に申し訳ないと思ったの。はい。じゃあどうすんだ。どうすんだよ。何でもするんかお前。じゃあお前がさ、お前ブロー、そのクランにお前謝ってこい。お前、はい、上半身裸でパンチでチンコ出してよ、腹踊りして謝れよお前。ドッキリだな、マジでやだ、マジで怖かったのよ。よかった。怖かった、俺も。怖かった。なんか俺が緊張したわ、ツイッター見せよ。笑いそうだった。いや、もう何度笑いそうになったかも。いや、なんか何だっけ、途中めっちゃ笑いそうになったんだよな。なんだっけ、どこだっけな。さあ、トイレ入って2分で。そうだ。もうそこで。いや、どういう状況なんだよ。お前でもツイッターの使い方、お前、それはガチだからな、お前。気をつけて。え、でも高木、連絡はしよう。はい。マジで怖かったんですけど。あんな気やん。もう泣いたよ、もう本当に怖かった、マジで。泣いた。